被害を甚大化させたと指摘される盛り土問題。この問題を担当する難波副知事は今日臨時会見を開き、崩落の原因についてパイピング現象の可能性を示唆しました。こういうところで地下水位が上がってくると、この辺りから水が出ます。ここは土ですから完全に水が出ないわけではないので、こういうところから水が少しずつだらだらだらと出ると思いますので、問題はこちらです。でこちらは、水または、泥水がですね吹き始めていると思います。パイピングって言ってますけど、水がピュッと吹くような形になります。園芸でホースの水をまくときにジョロとジェットがあると思いますけど、こちらはジェットですね。細くしてシュッと出るものですけども、そういう状態が水圧が高いようです。したがってここがこう崩落を始めます。土の中の水が流れ続け、水圧が高まり、一気に盛り土と水が噴き出した可能性があるとみられます。周辺から水を集めやすい地形の場所に不適切かつ違法違反の盛り土が存在していたというのは、これが事実になります。今後の対応として、県の条例に基づく盛り土について総点検が必要であると強調しました。